子供の時にトイザラスに行って誕生日でもないのにプレゼントをどうやって買ってもらうかプレゼンすることに命かけてました。どうもチカルグのチカです。よすけです。お願いします。いや子供はトイザラス好きよね。やっぱり入ったら終わりなんよ。あれそやな。もう入ってしまえば右見ても欲しいもんやし、うん、左見ても欲しいもんやし、子供の遊園地みたいなもんやもんね。そやねそやね。でやっぱり親もそれ分かって入れへんやろ。そやね。あのもう見見えへんようにされるやん。でそういう時ね、おかんとかと言ったらそうなの。はい。おばあちゃんと行くんですか。いや、わかる。これ大事な要素。いや、大事ね。おばあちゃんと行く。おばあちゃん、おじいちゃんはもう何でも買ってくるからね。なんかこれみんな持ってて、とか言って。次の誕生日プレゼントいらんから、さっき買って、とか言って。それな、俺今使ってんねん。どういうこと？引っ越したやん。今、大人になって使ってんの、それ。引っ越して、この前会った時に、ポジマネっていいや、みたいな、を言われて、こう会った時に、ちょっとあれ欲しいねんな、みたいな、ぼそっと言うっていうのを、おじいちゃんにはいつまでも甘えてしまう。甘えてしまうよね。やっぱり、やっぱり、いつまでもおじいちゃん、おばあちゃんこな力部でして、っていう感じで始まったわけでございますけれども、はい、早いもので第3弾ということで、早いね。まあ、ラストの回ですよね。そうですね。いや、早速、りょうすけ、発表の方、お願いします。スノーマン、スロー、3人組ダンス解説。今回は僕たちの推しのメメとさっくんとショッピーバージョンでお届けしていきたいなと思います。推し会ですね。そうですね。さっき撮る前にね、今後次推し会やなっていう話してて、これちなみになんですけど、ショッピーは僕のお母さんの推しなんです。もう推し推し推しの会そうなんです。ママ呼ぶママ真ん中入れて語ろうか。もうショッピー家に飾ってるから。飾ってんねや。すごいもん。ああ、もうやっぱそれぐらいの熱よりやっぱマダムキラーなんちゃうかな。いや、せやね、あの笑顔はね。うん、あの笑顔、あのルックス、そしてあの歌声、うん、あれはやっぱハマるよ。ハマる。歌に、こう普段やっぱ歌うまいなとか、歌やばいなってなるけど、うん、一人画角で見た時の、こうショッピーのダンスって、やっぱ普段のスノターンで力を見てくださってる方も、ショッピーのダンスにあんまりフォーカスを当てられてない気も多分してらっしゃってる方はいると思うので。一回コメントで僕らが、うん、このショッピーダンスめっちゃ回ったよねっていう回があったんですけど、はいはいはい、コメントで、もともと踊れるけど、今抑えてる部分があるっていうコメントが結構あって。抑えてる部分あんねんなと思ったもんな。歌とかに振ってたりするんやなっていう部分が、ダンスに振ったショッピーはどうなのか。そこってさ、ある種勇気のいる考え方やと思うね。うんうん。やっぱダンスを見た時に、あ、このスノーマンのメンバーとしてはラウール君とかサック君とか岩本君を目立たせた方がスノーマンにとって武器になるんじゃないか。うんうんうん、だから自分の一番の武器は歌っていう風に、こうスノーマンを思いつつそういう考えに至ったかもしれない。ああ、なるほどね。うん。立ち位置をね。そうそうそう。なんか、あ、俺ダンス負けてるし歌で行こうっていう単純な考え方では多分ない気がする。なんか全員がそのスノーマンを考えてるよね。そうやな。チームのことを考えて。それって結構やっぱ大事や。むちゃくちゃ大事やね。な、ほんまに。だからそういう素晴らしい考え方を持ってるショッピーの今日はダンスにフォーカスを当てたいし、はい、まあよりね僕たちの推しのメメとどういう風な輝き方をしているのかっていうのも、まあ、推し補正でいくと普段のリアクションで変わるからやっぱり3人で分けた意味は解説をする、ね、プロダンサーリアクションやからね。そう、やっぱ解説をしてどうすごいのかっていうのを、はい、その他の方に分かりやすくね伝えることが僕たちのまあ使命なので。そうですね。はい。なので、まあ、今回もねその他の皆さんと一緒に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それでいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。やっぱりそういう風にグループのことを考え合うっていうことが長く続くチームであったりグループになっていくんでして、オープンザ PC 強いチームはチームを考えてる。そうやねんな、やっぱそこよな。さあ、じゃあこれラストの回やね。早いもんでちょっと寂しいな。3回目ですか、ね、同じやっぱことをやっていくってやっぱ大事やな。やっぱり、うん、よりもっと分かった気がするでして、センキューイヤホンでございます。それでは改めまして見ていきたいと思います。スノーマンでスロー3人組ダンス解説です。ポチッとな。さあ、まず3人を一緒に、おいもうなんだったやん、えぐい、きれい、いやー、やば
わお、あら、おお、これ今この3段ですか、うん、第3段ですか、うん、この動画を見て一番思ったのは、2回目はちょっと突き抜ける爽快感的な感じだったんですけど、はいはい、ラスト3個目はこの画角に収まりきれへんぐらいのインパクト、なんかでかいね、でかいねんな。さっくんって僕多分ほぼ身長一緒なんですよ、うんうん、168とかやから、うん、これさこうブワーン行った時さ画面さっくんで埋まった一瞬なんかグッてピンク色になったね、ちょっと一瞬なったよねなったね、うん、いやちょっとこれはまた一人ずつね今から見ていきたいなと思うんですけれども、はい、ラストもじゃあ右からでよろしいですか。そうですね、メメから。じゃあうちの推しのメメ目黒くんからいきたいなと思います、はい、さあ行きましょうか。じゃあ改めましてメメから見ていきたいなと。足長すぎる、スタイル良すぎ、わーお、早っ、どうもーな、このスローの一発目の腕のこの出し方の綺麗やねんけど、メメは一番多分上で当てて綺麗取ってる部分はあんねんな。メメってバレエやってた？なんかさこの立ち振る舞い、立ち方が美しいよ、うんうん、そうやねな、姿勢っていうのかな、めっちゃ一番指先まで見える綺麗さ、ああはいはい、はい、とか伸びとかのこの波の見せ方がめちゃくちゃうまい、ね、うんうんうん、そうやね。じゃもう一回いきますね。じゃおい、ナイス、こわ、このパッパで開いた後一番止まってる、一瞬ちゃんと止まってんねんな、これ 0.23 ぐらいの多分レベルなんですけど、めっちゃ細かいねんけど、カッカッのカッカも音止まってるやん、うん、だってカッカーンじゃないやん、うん、カッカッの音を一番表現できてると思う。こだわってないと無理やん、なあ、めっちゃ耳いいんやろな、うん、でさカッカ入れた後に止まってるところからのこう一回抜くっていうこのさっき言った波な、うん、強弱ですね。見ててずっと飽きひんダンス、ね、あーそうやな。でやっぱこうやって見ると多分何回も見てしまうダンスよな。そうやね、え次こうどんな踊り方になってんの、うん、こうなってんのかみたいな、うん、音が見やすすぎるな。わあ、足今の足振ったふって戻れる。ちょこれさ膝からさつま先まででまず1メートルぐらいな、それぐらい長いよ、めっちゃ長いな。わあ、ここのダイナミックさえげつないな、やっぱり、やっぱりやっぱりこう手足を幅広く使うっていうのってやっぱ目黒くんしかできひんや、言うから、うんうんうん、背丈があるからさ、せやね、でコンテンポラリーで例えると、うん、手の長さって例えば決まってるやん、うんうん、ただこの手の長さをここまで出すか、より向こうのラインまで届けようとするかで、はいはい、ほんまに長さって変わってるように見えるらしい、うん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 、それめっちゃ意識してそうやな。せやね、うん、やっぱ今の振り、いやーやっぱメメは伸ばした時の長さ半端ないわ。ラインが綺麗、やっぱりライン綺麗やね。こうラウール君の手足の長さの見せ方とはまた、うん、全く違う見せ方やな。もう一回だけ見ましょうか。手の軌道が分かりやすいもんね。そうやね、うん、でボンって取るとこも取れるし、うん、うわー止まってねえな、やっぱり、からの足むっちゃ巻いてんで、これそうやね、蹴ってるんじゃなくて巻き戻してもんな。でこの後のキレやばいよ、これよ、おーすごいな、はっ、いやーこのメメちょっと押し補正とかなく初見で見ても釘付けなる、いや入り込む、この音の取り方は、うん、一つも取りこぼさず音をこだわって取るっていうので、うんうん、この音取り職人ですね、彼音取り職人、ね、音取り職人です、メメは、うん、なんかスタイリッシュな命名しようかなと思ってんけど、結構こうこだわり半端ないから、そうやね、やっぱこだわってる部分で例えるとやっぱ職人かなっていうのがあって、こうメメのダンスってなんてやろ、ラウル君とやっぱ背丈が似てるからさ、岩本君とこと、だからそこの2人と比較されると思うねんけど、こうやって見るとやっぱり全然違ったから、で岩本君は性格無比やねんな、はい、
音の表現。そうやね。その性格無意さはあんねんけど、さっきのバレエやってたんかなとか、うん、ジャズダンスやってたんかなとか、やっぱ歌舞伎の要素とかも入ってると思うから、うんうんうん、こうやっぱり自分の美しいラインの見せ方が一番わかってるなっていうのは思う。あ、なるほどね。そう、ラインの見せ方。そうやね、ラインの見せ方やね。そう。だからそのラインの見せ方もこだわりつつで、例えるとやっぱ音取り職人やな。なんかラウル君、めめ、岩本君ってこのなんていうんやろ、ラウル君はダイナミックさがあるやん、はい、結構。岩本君は逆に繊細さ、そうやね、引き込む、はいはいはい、のいいところを両方取ったのがめめみたいな感じ。もうやばいや、サラブレッドやん。いや、ほんまに、だから細かく丁寧なところもあるけど、うん、ダイナミックに見せるところは見せれるっていうのがめめの良さかなって思う、ね、職人やな、うん、マジでおしゃれな名前あえて使いません、あの職人です、職人ですね、本当に。では涼介の推しのさっくん見ていきたいなと思います。さあ、爆発力やばいから。もうまず飛び方、まず一人だけクローズやねん。飛び方が、あの最後リンダマンに殴りに行く小栗旬さんのここなんよ。全く一緒よ、もうほんまにちゃんと殴ってるから、ね、それぐらいのインパクトありますよ、うん、マジで。わー、キレがえぐい、エナジーが素晴らしいな。もう振り切ってるもん、さっくんの場合は。絶対に表情はな、ブレへんねんな。そうやな。いやー、これはあのさっくんの場合は花火じゃないけど、その瞬間にしか出せへん刹那的なエナジーあるなと思ってて。あー、なるほどね。これ同じダンス多分できる。そうやね、この出し方って、うんうんうん、さっくんの出し方って。だから一回一回の自分の今感じてる感情であったり、直感的なダンサーなんやと思う。なんか大げさかもしれんけど、いつ死んでもいいぐらいのそのダンスよ、うん、そう。だから同じことできひんから、うん、リハーサル的なダンスができひん。あ、そうやね、うん、それがやろうっていうのが無理。そう、ない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 。うん、ズンが、そうやな、ブレへんな。このたった30秒ほどのダンスやけど、この向き合い方が見えるもんな、うん、さっくんの踊ることに対しての。いやー、えげつないな、やっぱり。さっくん最後ちょっと間違えてんのかな、方向多分しくってるよね。向けてんねん、な。いやー、これやっぱり刹那的なダンスっていうのが一番ぴったりなキーワードかもしれんな。いや、これ身長がさ、やっぱ一番でかいのに比べるとさ、ちっちゃいやん。結構な差があるやん。現時点でもさ、めめとさ、差はあるやん。そうやな。やのに、一番大きく見えるって、そこに追求したものがないと出せへんやん。多分ね、俺全くさっくんの歴史みたいなのを一から知ってるわけじゃないから思うんですけど、うん、自分が同じ背丈としての苦悩をさっくんで当てはめたとしたら、昔この背丈っていうことを例えば認めるまで時間かかったん、いや絶対部分も絶対あるやろうし、うん、表現で例えるとやっぱり大きく見えるのって背丈ある人のダンスやから、うんうん、そこでどういった表現にしようかっていうので、このダイナミックな刹那的な表現になったと思うね。手足の長さをどう補うか、そう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 、どうやったらちっちゃいままにならへんかっていうのをめっちゃ考えたと思う。やっぱり考えが、このスノーマン9人で踊った時にサックに目いかへんと思う。せやねんな。でもやっぱ行くやん、うん、で次どんなボルテージの上げ方 してくれんやろっていうのを期待してしまう。見てて気持ちいいよ。そう、見てて気持ちいいよ、うん、そう。だからやっぱりサックのダンスを例えるとやっぱ刹那的表現力かな。せやな、花火やな、ね、花火。要するに花火も刹那的、一瞬のこの時しか出せへんサックのダンスっていうのが一番ぴったりかなって、うん、思いましたね、はい、本当に。じゃあ最後ですね、本当にラスト最後、ショッピーのダンス見ていきたいなと思います、はい、ショッピーはもう最初からうまいんだと。うまいですね。うわー、飛び方綺麗、体幹すごいね。うわー、おー、腰の出し方、この
ここの何このアラウンドザワールドですよ。ほんまに今ね下ろすというよりは下ろした状態で前に出してるから、はいはいはい、めっちゃ低く見える。低く見えるよね、わかる。ナイス、うん、いやーうまいな。うまいわ。シンプル、あのシンプルイズベストでポテンシャルえげつないわ。軸全然ぶれへんな。もうここぶれへんな、うん、言うたらここ一切ぶれへんからこう手足だけやんってなりがちやねんけど違う、うちで感じてるんですよね。そう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 、こうダンサーってよくあるんですよ、目に見えるリズムだけじゃなくて内側で感じるもの、うん、これがいわゆるこう同じダンス見ててもなんかこうグルーヴあるよね、うん、とかっていう風に見えるダンサーの種類なんですよ、その要素の一つでね。ショッピーそのタイプやね、うん、なんかこうやってても言うたらワンツースリーフォーってさこのリズムがあ、そうやな、そうやな、ここでは感じているっていうのが自分では感じてるあるよね。そうだから前に出すタイプのダンサーではなく、うん、内で感じて踊れるダンサーや、うん、ほんまに。こっちの方が難いからね。こっちの方が難しいし、うん、出した時にだからこそ輝いてるよね。ちゃんと出せるからリズムがね。ちょっともう一回見ようか。うん。で、こうすぐ自分のダンスに戻れるっていう。うん、こうブーンを一番表現できてるのがショッピーかもしれない。うん、そこ出してんもんな。うわー、素晴らしいな。これだからある種例えばね、これ通りの絵を描いてくださいって言われてすぐ描けんねん。ああなるほど、ね、全く同じ絵を、うん、ただショッピーの場合はこの絵描いてくださいって例えば言われた時にその絵自体全く同じ通りに描けてんねんけど、うん、その描いてくださいって言われた振りのレベル超えてるみたいな。元より回ってる。そう、元よりも同じ表現に見えて実はこの線の表現ちょっとショッピーなりにこうしてますって、うんうん、こだわりが若干出てくる。そう、ちょっとあんねんな、うんうん、ショッピーを一言でキーワード当てはめるとするならばアベレージモンスターです。せやな、もう平均値が高すぎる、ね、平均値が高すぎるのである種歌っていう武器があるからこそまあこうやって抑えることできると思うんだけど、うん、これ歌のこと一切考えんと自分の欲だけで踊った時ショッピーえげつないと思う。見てみたいなそれ。もうわがままショッピー見てみたいな。わがままショッピーみたいな。なあ、ほんまにそれ一番振り幅ありそうな表現になりそうやけど。アベレージを抜いたもただのモンスターが見れて。やっぱこの機械力ぐ作ってよかったと思う。ほんまやね、ちゃんと一人ずつ見なって大事やね。一人ずつマジ同じぐらいの時間かけて見たことによって一人一人の良さをもう一回見つけられたことが楽しいってなっちゃったな。なんかある程度やっぱ素のターンとして見てきた中で見るからいいんやろね、余計に。そうやな、初見で見ても多分あんまり過程がないからないな、うん、言えることが難しいけど、そうなんかすごいっていうのって誰でも言えますから、ね、そう、はい、これを知ることによってしか語れない部分がある。ありますよ。とりあえずパソコン閉じてまとめましょうよ。はい、チカログてな感じで第3弾に分けて、今回見てきたスノーマンのスローの3人組ダンス解説、皆さんいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ良かったな、これやって。これはちょっと自分らが動画を配信させていただく立場やけど、スノタンの方でも新しい気づきあったっていう声あれば嬉しいわ。せやね、そう見えんねやっていうね。うん、でやっとチカログに一人一人見てもらって見つけてもらってよかったですっていうコメントももしかしたらあるかもしれへんし、まだ見れてないわそれはって言われる。あ、そうそうそう。なんかまあいろんな声あると思うんですけれども、うん、まあ、今回なんで3人組のダンス解説しようと思ったかというと、やっぱり、まあ、僕たちのいい部分でもあり、うん、悪い部分でもあるんですけども、スノタン目線でしか見れへん回があったりするんですよ。やね、そう、やっぱそれが楽しい部分でもある、うん、まあもちろんもちろん。こんなにスノーマンのダンスをこと細かく解説させていただいたんで、チカログ1年半続けて初めてちゃうかな。初めてやね。うん、こんなに解説させていただいた、うん、まあ僕たちの声が全てじゃないっていうのはもう100も承知ですし、もっと見逃してるところがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、ね、今回は自分たちでもそれぞれ9人9色の、うん、あのダンスの色であったりとか個性を語らせていただけたんじゃないかなっていうには自負しますね、うん、シンプルに楽しかったね。めっちゃ楽しかった、うん、なんか
熱い。そうやね、熱いね、俺も。これはぜひね、この第3弾から見始めたスノタの方は、ぜひ第1弾、第2弾も見てほしいんですけれども、ね、うん、まあ、いろんな推しのプレゼンが欲しいですよね。確かにね。うん、今回だったら、まあ、メメとサックンとショッピーの、やっと分かってくるっていうコメントもやっぱり欲しいですし、待ってます。うちは推し他にいますけど、ショッピーのダンスってやっぱり丁寧で、綺麗ですよねっていうコメントもやっぱり欲しいし。やっぱド派手が好きっていう人もいれば、うん、繊細が好きって絶対いろいろあるから、味と一緒、味覚と一緒やん。そう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 、だから私はこの人のこれが好きっていうのはちょっと聞いたよね、はい、そうだって苦手なものもあるし、うん、好きなものもあるわけですから。だからさっくんのダイナミックのダンスもすごいとは思うけど、私はショッピーのダンス、うん、このちょっとおしとやかなダンスが好きですとか、うんうん、いや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 、職人技好きなやつってやっぱ目見るやろし、ね、みたいな、いやいやいや、もう今スカッとしたいねんっていう時はサク見るやろしみたいな、これなんかスノーマンエブリデイですよ。だから毎日の気分に合わせて見れるダンスやなっていうのは、今この人のダンスが見たいね。今ちょっと寄り添ってほしいねんなとか、今なんかちょっと身近な存在欲しいねなって言ってたけど、両役行くやろしとか、ちょっとなんか勢い欲しいなって思う、ラウルコみたいな。そうそう、今回のちょっとこの企画はぜひ今後も新曲であったりとか出て3人画角が出たらっやっていきたいと思いますので、ね、ぜひ皆さんと共にこれからもスノーマンの素晴らしい部分を一緒に見つけていきたいでして、お願いします。てな感じで、僕たち YouTube チカルは年内チャンネル登録者数7万人を絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、第3弾やって、こう、一人決めるとしたら誰？これはもう言うたらおまけやからさ、もう俺らの時間ですよ。むずー。俺でもな、結構、メメのダンス好きやね。メメのダンスいいな。ダイナミックやけど、そこになんかベールをまとってる。そう、なんかな、柔らかい力強さみたいなのがあるわ。オーラが見えんねんな、なんかその、そのスピリチュアルのそんな名前じゃないなんか、ツボ買った赤色とか、そんなんじゃない。絶対売らんといてなそう、ベールと一緒だから。なんやろな、あの男らしいダンスっていうよりは綺麗に見えて男らしく見えるっていう、なんやろな、なんて言ったんやろな、なんかジャンル、ラウール君とはまた違う、そう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 、使い分けというか、うん、表現の引き出しが多いんだ。そうそうそう、やっぱ多分その基礎にジャズかバレエかが何かがあるから、まあ、手先やったりこのラインやったりの見せ方がめちゃくちゃ綺麗に見えて俺はハマるんだ。それはちょっとあるかもしれないな、うん、俺は誰やろうな、なんかこうやって見て、まあ、全員もちろんめちゃくちゃ好きやねんけど、うん、俺パッと今浮かんだのは向井君。おうん、綺麗やねんけどスタイリッシュな綺麗ある感じが、うんうんうん、自分のダンススタイルとちょっとリンクさせてしまうなって思って、ね、やっぱ綺麗出したいタイプのダンサーやから、うんうん、でも自分にないなって思うのは、あの綺麗の中にやっぱりこう綺麗なシルエットで綺麗を収めてるところが、うんうん、まあ、しくうまいな。せやね、うん、めっちゃ思ったな。アーティストやからさ、うん、表情がプレゼントすごいよな。そこなんよ、やっぱりダンサーの弱いところや。顔見たいね、やっぱ。せやね、踊ってる時の顔見たい。踊ってるってイコールダンスもしてるからさ、ダンス見たいってもう見ちゃうから、踊ってる時の顔が見たいっていうのはそこもパフォーマンスよね。せやな、第3弾に分けてよりちょっとスノーマンの良さ分かった気がするわ、うん、これはめっちゃ良かった。いやー、ぜひとも次はスノーマンの3人画角もそうですけれども、1人ぜひ運営さんくださいりして、お待ちしております。